はい、皆さんこんにちは。本当に厳しい日々が続いています。今日この撮影は、2023年2月の20日に撮っています。多分これが流れるのはね、もう少し後だと思うんですけれども、どこも楽ではないですね。外食産業、たくさんたくさんの苦労があると思っています。一番の苦労は資金繰りだと思います。今回もどうでしょうか。補助金関係が限りなくなくなっていきます。そして実際には、2022年の4月から、ゼロになっております。残っているのは雇用調整助成金。しかしこの雇用調整助成金もですね、12月以降については、過去の売上よりも何パーセント以上起こってなきゃダメだよということで、規制がより厳しくなってきています。そんな状況下の中での資金繰りの大切さ、大変さ、これはもう一番だと思います。そしてその次に来るのはですね、やはり価格だと思います。皆さんがたくさんの食材を仕入れています。大体外食産業でいうと、30% から 33% って言われています。この 33% 売上のですよね、売上の 33% が軒並み値上げという状況に陥っています。もちろんこれも今に始まったわけではありません。1年半前ぐらいから上がり始め、これはもう間違いなくロシア・ウクライナの戦争の問題から始まっています。そして今に至っています。まだ上がるんじゃないかと言われています。ものによってはですよ。そして多分これ4月の段階で一回落ち着くのかなというように思います。しかし私たちの仕入れ値が 30% から 33%、外食産業ですと大体適正それぐらいだと思っているんですね。そして一方では お肉とかね、こう素材を中心にした業態になると、これが 36%、37% っていうふうになってくると思います。ただこの時にどう考えるかだと私は思っています。私はですね、結論から言うと、僕は外食店も申し訳ございません、値段上げさせてくださいということが必要だと思います。もう10円安い、他社よりも10円安いとか、ビール1杯190円とかね、これは良かったかもしれません、良かったかもしれません、昔の競争の中では。ただ本当にこれ必要なんでしょうか。誰が幸せになるんでしょうか。いや、もちろん190円でビール飲めた方が、500円のビール飲むよりも物は一緒ですからね、お客様から見たら嬉しいかもしれません。でもそこで働いてる方、取引先の皆さん、そして会社の経営等々等を考え、要するに利益なき売価の設定というのは、私はやってはいけないことではないかなというふうに思います。もちろん自分たちが知恵を出してでしょ、知恵を出して同じものを、例えばですよ、マーチャンダイジング、物の運び方、買い方を変えることによって安くできました、だから他社さんよりも安く売れますというのだったら分かります。あるいは私たちは1000点持ってます、だから1点持ってるあなたたちよりもビールを安く仕入れられます、だから安く売ります、なら分かります。ただやはり僕は理屈のないですね、売価設定というのは、この業界だけではなくてですよ、働いてる方々も含めて、僕はみんなを不幸にするんではないかなというように思っています。やはり外食というのは売上高というのをすごく重視してきました。そして売上と利益ですね、売上と利益、ただあとは FL とかよく言ってます。ただ僕はですね、やっぱり今こそですよ、売上総利益高、売上総利益高の中でどのような経営をしていくのか、これが一番これからの外食に求められることではないかなというように思っています。すなわち仕入れ値が上がる、今回は自分ではどうしようもない問題ですね。そして仮にですよ、
他社さんと相水を取りました。多少は安くなるかもしれない、でも長続きしませんよ。無理は無理だもん。私は今回もこの様々なものの値上げ、これに対して外食のちょうど経営である私たちが考える、私は適正な値段をつけさせていただくことだというふうに思っています。例えばですね、油が上がります、何があります、小麦が上がります、何があります、でこれ様々なものに上がっていくんです。レシピ展開してみてください。油が上がって衣が上がったら本当に全てのメニューが上がるんですよ。で今回ビールも上がりました、アルコール関係も上がりました。それを皆さんは吸収しますか。でも吸収するって体力がありますかっていうことですね。吸収する体力があったら、僕はですよ、僕はうちの社員の人たちに賃金上げたいと思ってます。だって通常で働いてる皆さんもだって生活大変じゃないですか、物が上がってるんですよ。だから我々会社だけが良くなるんではない、我々も一緒に働いてるスタッフの皆さんも同じように大変なんです。だから僕は外食店が値段を上げる、でも値段上げるだけじゃダメですよ、ちゃんとベースアップしましょうよ、そして循環させていかないとダメだと思うんですね。だってそうじゃなかったら誰も幸せになれませんよ、誰も幸せになれないというふうに僕は思っています。そうでなかったら、ね、この仕事何のためにやってるんですか、そう思いながら僕は毎日毎日考えを巡らせています。今回のようにですね、今ですよ、直近で言うとインフレ率 4% ですか、言ってますね、これはもうすごいことですよね、すごいことというのはびっくりしますよね。でも多分落ち着いてくると思うんですよ、でもこれは必ず落ち着きますから、やっぱり 2% 前後に落ち着くんだと思います。ということはようやく私たちも世界のスタンダードの仲間入りをしたんだなというふうに僕は思っています。ずっとずっと僕は日本で生まれ育ってますね。それで私がちょうど今から5年ぐらい前に香港に3年間いました。この時に僕びっくりしたんですよ、生活しないかわからない、でも生活してわかる、何がわかるかって緩やかでなんですよ、全てが値上がりするんです。私賃金も上がってるんです。日本はその間ずっと30年間賃金は下手をすると下がってるんです、物価も下がってるんです。これを正常と思うか、これを異常と思うかだと僕は思うんです。今私はですよ、この今までの30年の日本は異常だと思っています。やはりこれから日本はですね、元気取り戻して、成長を取り戻して、そしてみんながですね、自信を持って生活をしていける、仕事をしていける、そういうような環境になるべきだと思っています。ですから私は私たちのような三次産業、すなわちお客様に一番近いところにいる事業をやっているで人間として思うこと、今回は価格も変えさせていただくべきじゃないか、そうでなければ、じゃあその分どうやって従業員の皆さんに返していくんですか、そしてどうやってその分全体良くなれ、周り良くなれという考え方になれるんですか。僕は今回ある意味いい社会がですね、いい社会が私たちに教えてくれてることじゃないかなと思っています。長続きしませんよ、下手な休みは。だって何のノウハウなく安く売ったって、それは自分たちの首を絞めるだけですよ、働いてるスタッフに大変な思いをさせるだけですよ、それは僕は違うんじゃないかというふうに思います。やはり適正な仕事をやって、でしっかりと仕事をやって、お客様のために一生懸命美味しい料理を作り、いいサービスをし、楽しい時間空間を提供して、そしてその上で適正な基準を頂いて、
これが僕はビジネスだというふうに思っています。私が今思っている日本もようやく世界のスタンダードの仲間入りをした段階じゃないかな、だとしたら私たちが経営のスタンスを変えなきゃいけないんじゃないかなというように思っています。結論は勇気を持って値上げしましょう。お客様が許してくれるギリギリの値段まで、そういうふうに思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。桑原社長へのご相談ご質問がございましたら、お気軽にコメント欄にご記入ください。またこんな話を聞きたい、そんなご希望がございましたら、お気軽に声をかけてください。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。